セクション3でもすでに解説済みのように、to do の役割は、名詞の場合でも、形容詞の場合でも、意味の補いです。形容詞だけでは情報として不十分な場合に、to do はその意味を補うことができるんですね。例えば、your house is big.your house is nice. こういった文は、どなたでも理解できると思います。では、次の文はどうでしょう Your house is difficult. is これだけだと、うわっと言われそうですね。この文は決して文法的に間違っているわけではありません。ただ、情報が足りないんですね。次のように言うとどうでしょう。これなら、見つけるのが難しい。見つけるのが大変だ。といった意味になりますね。このように、To do は、 形容詞の意味がそれだけでは不十分なときに、その意味を補う場合に使います。ただし、次のことには気をつけましょう。やはり、subject and verb、主語と動詞ですね。your house is difficult to find。この文で subject、主語は your house ですが、find の意味上の主語は your house ではありませんね。 ここでは、ファインドの主語は特に誰とも指定していないので、一般的に誰であってもという意味になります。ファインドの意味上の主語は anyone です。ファインドの主語が特定のある人の場合は、例えば次のように言います。これなら、ファインドの主語はこの文を言っている本人ですね。 文全体のサブジェクト、主語と、to do の意味上の主語は一致する場合もあります。例えば、I'm happy to help you.Are you sure to come? しかし、to do のこの動詞が対象物を取る動詞で、それをあえて言わないのは、文のサブジェクトが、to do の意味上の対象物になっているからですね。 同じ情報は二度は与えません。ですから、your house is difficult to find というとき、find という意味上の対象物は、your house ですね。your house is difficult to find it というと、同じ対象物を二度言うことになりますから、決して言わないようにしましょう。また、例えば、Monica is easy to talk to というとき、最後に to、to という前置詞が必要となるのも、モニカは意味上、talk to の後に来るべきものだからです。talk モニカとは言いません。talk to モニカのはずですね。では、練習問題をやってみましょう。まず、first statement ススを聞いてください。 その後、セカンドステートメントを聞きます。セカンドステートメントは、文の途中までしか与えられません。to do を使って、ファーストステートメントと意味がほぼ同じになるように文を完成させてください。ネイティブの例を聞く前に、必ず自分で口頭で言ってみましょう。時間が欲しい場合は、一時停止してください。では、例を一つ聞いてみましょう。 You think anyone can sing the Beatles songs. You don't think they are very difficult. The Beatles songs are. The Beatles songs are not very difficult to sing. Now you do it. When people ride the roller coaster at Fuji Q Highland, they get really scared. The roller coaster at Fujikyu Highland is. The roller coaster at Fujikyu Highland is really scary to ride. People sometimes talk about other people's misfortune because maybe it's interesting. Other people's misfortune is. Other people's misfortune is interesting to talk about.

to 不定詞が大好きで、それこそ何でもありのように使います。to do の本当の意味と使い方が分かっていないからですね。私はよく生徒さんに申し上げるのですが、大切なのは、いつ使うべきで、いつ使うべきでないか、しっかり見極められることです。今回の5回のレッスンが、doing と to do の使い方をしっかり把握して、to 不定詞依存症にならず、 使いこなせるようになる助けになっていれば幸いです。さらに練習を進められたい方は、弊社教材ネイティブバスターベーシックアプリ Unit 14 Section 5でネイティブとの対話形式で練習できます。次のユニットは、to と enough についてです。いよいよベーシック編の最終ユニットとなります。さらに英単語に関しても、 これまでの常識にとらわれないで、イメージで理解できるように解説しました。使いこなすための理解です。その限定公開ビデオをさらにご覧になりたい方、ネイティブレベルの英単語の使い方、英会話の練習の仕方、さらに詳しく知りたい方は、こちらから弊社サイトを訪問してください。